それでは井ノ浜学園の発表です。タイトルは地域に残る貴重な自然の保護活動22年次です。よろしくお願いします。今から井ノ浜学園澤田つかしえり自由研究班の発表を始めます。レイ。私たちの活動をこのような流れで発表していきます。どうぞ最後までよろしくお願いします。まずは私たちの学校であるひたちなか市立井ノ浜学園について少し説明させてください。井ノ浜学園は令和3年4月に開校した学校で、梶原小学校、磯崎小学校、平磯小学校の3つの小学校と梶原中学校、平磯中学校の2つの中学校の計5つの学校が統合され開校したひたちなか市初の義務教育学校です。海からほど近く、校舎から海が見えたり屋内プールがあったり、全国学校給食甲子園で日本一になった給食も自慢です。また小学生と中学生が一緒にスポーツ祭をしたり縦割り活動を行ったりと井ノ浜学園ならではの活動に取り組んでいます。一方で、すべてが新しく始めた活動というわけではなく、それぞれの学校で取り組まれていた活動も大切にし、みんなで取り組んでいます。その中で、今回私たちが発表させてもらう地域に残る希少な自然の保護活動はどのように始まったのでしょうか。その発端について説明します。始まりは平成13年の梶原中学校。当時の3年生が知事乱風伝説や昔の塩作りについて学習し、伝説に関する資料より知事乱風が吹いた村の絵本を制作しました。知事乱風が吹いた村があった場所が現在の沢田遊水地だったのです。翌年の平成14年、先輩方は沢田遊水地の自然について学習する機会があり、茨城生物の会の先生に案内していただきながら、伝説の中にある国営ひたち海浜公園内の沢田遊水地の現地観察を実施。この現地観察は今年度まで受け継がれ、今年22年次を迎えました。これまでに多くの先輩がこの活動に携わっています。令和3年度からは梶原地区の生徒だけではなく、平磯地区の生徒もメンバーとして加わり、さらに今年は6年生も参加して、現在は計12名で澤田つかしえり自由研究班として活動しています。先輩方は昨年度までにいろいろな研究を行ってきました。澤田遊水地の植生調査と遊水量調査、つかしえりの復元活動、そして現状の広報活動などが主なものです。その中でも特に大きな成果について述べていきたいと思います。一つ目は沢田遊水地の遊水量を確保するための透水性アスファルトの設置についてです。山本さん、網だそう、網だこれ分かったなって今日分かれて沢田遊水地の遊水量は平成15年当時に10年前の約3分の1になっていました。このままでは沢田遊水地の乾燥化が進み、貴重な動植物が絶滅してしまう恐れがありました。平成16年度には遊水量を確保するために浸透マスと透水性アスファルトの設置をひたちなか市長に提案しました。透水性アスファルトを設置することで遊水量を確保することを考えたのです。それでは2つのアスファルトの違いについての動画がありますのでご覧ください。
透水性アスファルトは水を通すことがわかるかと思います。また浸透マスは一時的に水をため地中に水を染み込ませる効果があります。その後この提案が採用され近隣のショッピングモール駐車場に設置されました。その結果今も湧水量をある程度確保することができています。また私たちの井ノ浜学園にも採用され環境負荷軽減という役割を果たしています。2つ目は透かし入りに関する活動についてです。平成16年度には透かし入りの勉強会に参加し透かし入りの植え方、育て方、球根の掘り起こし方など基礎的な知識を学習しました。そこで学んだことを生かし平成17年度からは校内に作った圃場で透かし売りを増殖し味ヶ原海岸に植栽する活動をしました。平成23年度には味ヶ原海岸の砂丘地帯に看板とロープによる枠を設置しました。これまでに1000個を超える球根を植えたという記録が残っています。しかし学校の圃場で透かし売りがうまく育たなくなり球根が採取できなくなってきたため味ヶ原海岸での活動が途絶えてしまったことがありました。美濃浜学園になってからは味ヶ原海岸での活動をもう一度取り組み始めました。令和4年度には美術部にも協力してもらいながら美濃浜学園としての看板を追加したり囲いのロープの補修などの整備を行いました。その回もあり令和5年度も4月20日には芽が出ているのを確認し6月26日には開花を確認できました。その後7月9日にはメンバー全員で観察調査を実施しました。現地観察の結果としては確認できただけで584個体の透かし入りを確認しました。昨年度413個体観察できていたので昨年度より数が増えていました。また合計で456のつぼみ開花中開花等を確認することができました。味ヶ原海岸で観察できた透かし入りの高さの一覧がこちらです。味ヶ原海岸の個体は大きいもので120センチメートルと非常に大きい個体も確認できるのが特徴です。そして現在、美濃浜学園ではプランターで透かし入りを育成しています。これまでのデータから開花時期と気温に関係性があることや葉の大きさや草丈の高さと開花率に関係性があることなどが分かってきています。研究班だけでなく6年生も総合的な学習の一環として透かし入りの栽培に携わっており、左側は発芽した個体の背丈の高さを記録した一覧です。そしてこれはその成長の記録をグラフ化したものです。校内の透かし売り栽培も開校に合わせプランターを変えてから3年が経ち大きく成長が見られています。しかし味ヶ原海岸での透かし売りの背丈は20センチメートルから60センチメートル程度の個体が多く、美濃浜学園でのプランター栽培の透かし入りの背丈は20センチメートルから30センチメートル前後の個体が多いという結果になりました。味ヶ原海岸と比較すると大きくても60センチメートル程度と大きく成長しきれていないことがわかります。これは浅いプランターと深いプランターの栽培比較などから深いプランターの方が大きく育つことが分かってきているので、広く根を広げられる味ヶ原海岸の方がいい発育環境なのかもしれません。ですが初年度は20程度しか確認できなかった透かし売りの花が年を経るごとに増え、本年度は127個の開花を確認できるまでになりました。これも球根が成長し大きくなったことを依頼するものであると仮説を立て、今後も継続観察していきます。そして3年経ったプランターの土の入れ替えと球根の大きさの確認を兼ね、
今年度は美濃浜学園になって初めてプランターの植え替え作業を行いました。この際には昨年度まで海浜公園内美濃浜学園の透かし入り補助などでお世話になっていた日立中海浜公園の野生植物パートナーの方々にもご協力をいただいて実施しました。写真は今年の分類作業の写真なので参考として見ていただきたいのですが、100円の硬貨と比較し同じ大きさを大サイズ、それ以上大きいものを特大、小さいものを中小サイズとして分類としています。安治川田中学校時代の最後の植え替えでは計183球の中サイズを大部分とした球根を植えた記憶が残っています。今回は6年生の協力のもと球根を探す作業から始めました。その結果がこちらの表です。特大サイズ35個、大サイズ25個、中サイズ51個、小サイズ33個、計144個でした。この結果は数自体は減らしていますが、野生植物パートナーの寺澤さんも特大サイズは海浜公園内でも育っていないと言われていたので、いい結果が得られたと思っています。その後、球根が大きく成長できるように深めのプランターを中心として特大サイズ、大サイズは1つのプランターに3球、中サイズ6球と球根のサイズごとに数を変え植え替え作業を行いました。球根が大きく成長していることを考えると、今後の数の増加や球根のサイズアップが期待できるものとして見守っていきたいと思います。他にも平成28年度から新たな植物観察として絶滅危惧任栄類の花畑ゾウの観察を始めています。美濃浜学園でもプランターで種子を巻き栽培を再開して1年目の令和3年度はウデット状の葉が育ち、2年目の令和4年度からは縦に茎を伸ばして開花や種子のできるところまで確認することができました。今後も開花時期や育成スピードなどについて仮説を立てながら研究していきたいと思います。3つ目は今年の新たな活動である日立自然の森観察域での活動についてお話しします。この活動は日立自然の森でのオオウメガサソウなどの保全活動でのノウハウを透かし入り保全活動に生かすことと、観察池と沢田遊水地の様子を比較するために始めました。この写真は日照割合を測定するために360度カメラで撮影した写真の説明を受けている写真です。本年度を始めたばかりなのできちんとした比較までできておらず、観察池での観察調査にとどまってはいますが、観察域には環境省発行のレッドリストでは絶滅危惧2類、茨城県では希少種となっている黒目高など貴重な在来種が見られました。その一方で外来種であるオオマリコケムシや特定外来種であるミシシッピアカミミガメ、黄色の糞が特徴の赤星ゴマダラなど多くの外来種が見られる状況であることが分かりました。沢田遊水地と物理的に距離も近く、水の流れがないため池であることなど多くの共通点もあるので、今後比較検証を進めていきます。次に沢田遊水地ですが、源頭部では水が地下より湧き出てくるために年間を通して15度前後で安定しています。透明度も非常に高いことが確認できました。また、酸素飽和度を測定したところ、平均で7月に 6.4mg 毎リットル、8月では 5.1mg 毎リットルで、生物の生育に良好な環境であることが分かります。実際に多くの動植物が観察されています。今度は場所を絞りながら少し説明させてください。源頭部では昨年度に外来種であるクレソンの除草作業が行われ、かなり個体数が減少しました。これにより、源頭部で見られてた横エビやヤゴの種類数の減少が見られました。
下流域ではカワニナの数が大きく減少するなど、外来種といえど、ただ数を減らせばいいというものではないのかもしれないという感想を持ちました。ですが、本年度はまたクレソンが減等部を覆い、横エビなども大きく個体数を増やしていきました。生態系のバランスを取るにはどうしたらいいのか、また考える機会になりました。次に、昨年度 A2 の池では水虫が観察されました。水虫は水生昆虫の一種であり、指標植物としては汚い水の生き物とされています。これは画像を見ていただいても分かる通り、令和4年12月の観察時には表面を青緑が覆うなど水質が悪化してきているということが分かります。これは落ち葉などが堆積しヘドロ化してしまったために、沢田遊水地の水質が悪化してきているということが懸念されました。ですが、令和5年7、8月の観察では、イノシシによる掘り返しや泥揚げ、セリなどの植物の増加により酸素供給が増え、有機物の減少が見られたことなどもあり、今年は3回実施した現地調査とも水虫を観察することはありませんでした。 A2 の池自体は私たちが整備したわけではありませんが、令和4年にも池を解剖したり除草したりと環境整備も行っています。写真は令和4年、B2の池を貝掘りした様子です。泥をどかし、池を深くし、水が自然と溜まるように砂の層が出るまで掘り起こしをする場所も作りました。B2の池の他にも、F3 の池では、沢田スカシウリ班全員で貝掘り作業を行い、大きな F3 の池でしたが、環境整備を行うことができました。水深を深くしたり、水質を改善したり、セイタカ、泡立ち層などの草を刈ったりという活動を行い、水面に日光が当たるように環境を整えることで生物が生息しやすくなると考えています。また昨年に引き続き、源頭部入り口のエノキの葉の調査を行い、昨年に引き続きゴマダラチョウ観察することができました。昨年度、沢田遊水地で初めて発見することのできた大紫の幼虫は、本年度は発見することはできませんでした。その一方で、昨年度確認された特定外来種の赤星ゴマダラも観察されなかったことは喜ばしいことです。この他にも様々な動植物を確認できているので、その一部を紹介します。オゼイトトンボは一般的に標高1500m 級の山地に生息しています。沢田遊水地は水温12度から15度の湧き水があり、標高 30m なのにもかかわらず高い山にいた環境であるため生息しています。茨城県では準絶滅危惧種に指定されています。ホトケドジョウは茨城県で絶滅危惧2類に指定されている生物です。体型は太くて短く、口ひげは4対8本です。一般的な土壌とは体型や口ひげの本数が異なります。ミクリは水辺に生える植物で、実の部分が栗の実が似ていることからミクリという名がつきました。準絶滅危惧種に指定されている植物です。赤払いモリは全長10センチメートル前後のイモリで、腹部にある赤地に黒の斑点模様が特徴です。テトロドトキシンという毒を持っており、準絶滅危惧種に指定されています。ミズオオバコは水中に生息する植物です。陸上のオバコとは異なる植物で、このような花が咲きます。右側にあるのが果実の部分です。アケボノソウは通常5枚の花弁の花で、しかし沢田遊水地にはあるアケボノソウの中にはこのように6枚の花弁の花も確認できています。このように多くの生物を確認することができる沢田遊水地を、これからも経過観察や除草、
貝掘りなどの環境整備を続け、動植物が住みよい環境を保全していきたいと思います。ここまでの透かし売りと沢田遊水地に関する取り組みは、海浜公園内野生植物パートナーさん、沢田遊水地パートナーさん、里山パートナーさんをはじめ、茨城生物の会から講師の先生と共に活動してきました。これからもアドバイスや協力をいただきながら、継続して頑張っていきたいと思います。それでは最後に、主な参加イベントの情報の発信について報告します。こちらがこれまでの学校外で発表してきた活動の一覧です。現在も阿字ヶ浦中学校のホームページにも載っていますので、どうぞご覧ください。今回はその中でも主なものを発表いたします。透かし売り班としての活動が始まってから初のイベント、平成15年3月第3回世界水フォーラムに参加しました。見事グランドウォーターセッションアワー賞を受賞しました。また平成18年12月に参加した第4回茨城県中学生による体験学習発表コンクールでは茨城県知事賞を受賞しました。さらに平成28年2月に初めてひたちなか環境シンポジウムに参加し、それ以降毎年参加しています。そして近年で最も大きな発表となったのが、平成30年10月第17回世界湖沼会議学生会議です。世界に向けて発信した素晴らしい機会となりました。このように沢田透かし売り班では様々なイベントで参加してきました。今後も情報発信をしていくためにも積極的に参加していきたいと思います。また美濃浜学園の自由研究に参加していない小学生や先生方にも情報を伝えようと、校内プランターの成長の様子や今までの研究など、沢田遊水地透かし売りのエリアを作り、情報を発信しています。また昨年度は日立海浜公園の広報ジュニアにも掲載していただき、私たちの活動を大きく発信する機会にもなりました。そして昨年度から取り組みとして、1週間後の2月18日から3月にかけて、各週の日曜日には場所によっては絶滅危惧種に指定されている日本アカガエルの乱獲調査にも協力して取り組む予定です。私たちの美濃浜学園は令和3年4月に開校し、日が浅いですが、阿字ヶ浦中学校で20年近く受け継がれてきたこの研究を引き継ぎ、さらに発展させ、沢田透かし売り自由研究班として透かし売り育成や花畑沢の育成、そして沢田遊水地での環境保全活動にこれまで以上に取り組んでいきたいと思います。以上で沢田透かし売り自由研究班の発表を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。美濃浜学園の皆さん、ありがとうございました。では児童生徒の皆さんでご質問がある方は挙手をお願いします。前渡り小学校の生徒さん、学校名とお名前を言っていただいてから質問をお願いします。はい、長谷小学校の川崎瑠香です。沢田遊水地にはたくさんの絶滅危惧種が生息しているようなんですが、そのなんか理由とかってあるんですか？15度、年間を通して15度前後で安定しておりますから、環境がいいからです。ありがとうございました。ありがとうございました。では
お時間になりましたので、美濃浜学園の発表を終わりにさせていただきます。今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。席にお戻りください。